さあということでどうも皆さんこんにちは、お関です。ということでね、本日プラスペースリアタイ実況の方やっていきたいと思います。ということで、よろしくお願いします。さあということでね、久しぶりの動画投稿になったんじゃないかな、多分。ちょっとね、家の方でなんか寝込んだりとかしてる人がいて、ちょっとね、さすがにリアタイで一喜一憂、発狂できないということで、そんな発狂してないんだけど、ちょっとね、声小さめにとか制約がいろいろあったんで、ちょっとまあそっちの方をね優先させていただいて、ちょっと動画の方を上げれてなかったんだけど、まあね、無事回復しまして、今家一人ということで、久しぶりにリアタイの方やっていきたいと思います。まあね、リアタイ自体は一人でプライベートやってたんで全然大丈夫だとは思うんですけど、ちょっと喋りながらやるのが久しぶりということで、まあ、気合いで頑張っていきたいと思います。はい。さあということで、相手達人ということで、おっせー、オッケー達人ということで、ちょっとね、相手強いんで、よし、オッケー。ファースト、無理やん。はい。さあ外小馬さんでなんとか頑張っていきたいところ。よしいいんじゃない。この変化量をしっかり使いながら、よしナイスボールで、大きい方で、大きい方、これ外れてもいい。よしいや、もう完璧に翻弄できてる。でストレート外して、やば、おい、オッケー、外れてないけど三振。さあということで、こちら1番バッター一郎選手、相手はレベル63とかの山岡投手ですね。まあスピリッツ的には勝てるんですけど、まあ変化量ね、変化量の大きさ小ささが難しいところ。はい、うわー、マジか、いやー、マジか。まあ大きい方もそんなにべらぼうに変化するわけじゃない。よし、うわー、ちっせ、マジかよ、バースさん。よし、オッケー。この変化量にしっかり合わせて対応していくことで、得点を、変化量マイナス1だから、そこだけ頭入れて。はい。なあ、捉えられない。ボール球かな、これ。はい。なあ、危ねえ。ちょっと、ボール球じゃん。何してんの？はい、ボール球しっかり見極めて、追い込まれてる。定位置。はい、なあ、マジで？うわあ、バックスクリーンだったんだけどな。さあ、ということで、ここもしっかり抑えていきたい。最初、大きめかな。何人か連続でね、小さい方で入ってたから、まあ、そこら辺もね、しっかりと、他のバッターと差をつけて、いろんな球種を使っていきたい。3種類しかないからね、3種類しかないんで、いろんな球種使って OK、 しっかり抑えていく。さあラスト、ノムさん、ボール球から入ってもいいと思う。 OKOKOK、 よく見たね、よく見てるよ。さあ小さい方、よし、 OK、 レフト、よーし、完璧、ピッチング完璧。さあ新浦最終回の裏でございます。長打警戒、岡本さん決めていただこう。よいしょ、うわー、マジで二遊間抜けない、しっかりショート。あー、変化量小さいね、変化量小さいよ。はい、ボール球しっかり見極める。ナックルカーブ来るよ、そろそろ。来なかったけど、しっかりヒットにしていく。長打警戒なんでね、しっかりとライトの前に落として。オッケー。ボール球だよ。変化量だんだん見極めてきてるからね。はい。なあ、落ちねー。さあ、山鉄さんもしっかりと、スピリッツ勝って、ただ変化量マイナス1じゃないんで、そこの違いだけ。ちょうど警戒、
あー、なるほどね。オッケー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 。いいんじゃないですか？くっそー。徹底的なアウトロー攻め。いや、マジで。うわ、マジで。くっそー。さあ、ということで、外駒さん、3回も、頑張っていただきましょう。まだね、ノーヒットで抑えてるから、まあ、ピッチャー交代しなくてもいいんじゃないかなとは思ってる。さあ、1塁ランナー帰ってきた。なるほどね。外野前進しなくていいと思う。引っ張り警戒しとこう。大きいので外して、よし、OK。わー、ゲッツーできない。いやー、ランナー変えた甲斐が。さあ、代打兄貴。OK。さあ、大きい、小さいので一旦外して、小さいので一旦外す。やべえ、守備位置変えてない。さあ、ボール球先行しちゃってる。あー、まあ、外野前進でもいいか。外野前進、まず外野前進っていうか、前進守備でも。やべえ、やべえな。やーばいね、これ。よし、ナイスボール。どうしよう。これで、どん詰まり。カモン。いや、嘘。今のとこホームラン？本当に？マジで言ってんの？うわ、きっつ。今の印籠、そんな大怪我する場所じゃないでしょう。ちょっと。うわ、最後の最後、一発でやられんの？許さない。絶対それを許されない。さあ、しっかり代打出させていただきます。よろしくお願いします。オッケーオッケー。ボール球。マジか。よし、ボール球。オッケー。変化量は思いのほか小さいと思っていい。おし。よし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 。オッケー。オッケー。イチローさんの流し打ち惚れる。マジ惚れる。よーし。さあ、ワンアウト2、3塁。みんな足速い。来たんじゃない？来たんじゃない？よし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 。さあ、同点でございます。いやー、相手も焦ってきてんじゃない？これは。ちょっと待ってね。もうランナー変えます。3裏ですので。あ、待って。あ、ミスったミスったミスった。うわ、ミスった。3裏ですので。うわ、ミスった。ランナーなのに。うわ、ランナー変えたかったのに。ちょっと待って、めっちゃミスった。うわ、何してんのマジで。よし。うわー、やべ、ミスった。なんでミスった、マジで。うーわ、ランナー変えたかったのに、完全にしくじった。うわ、ありえない、マジで。うーわ、判定負け。泣ける。うわー、なんであれミスったんだろうな。マジランナー変えたかったのにな。いや、バースさんだったら絶対さ、センター前抜けてたよね、絶対あれ。マジで。あれ抜けてたら多分、まあ、あの後打てなくても、でも、判定では勝てたはずなんだよな。うわ、マジでショックだわ。マジたまにやるんだよね、本当に。じゃあ、その、ランナー変えようと思ったら、バッターの方変えちゃうっていう。結構、一人でやってる時、動画撮ってない時とかは結構やっちゃったりするんだけど、いやー、まさかあの大事な場面でそれが出ちゃうとなるとかなり厳しい、本当に。マジでもったいないわ。さあ、まあね、まあ、終わったこと言ってもしょうがないんで、切り替えていくしかない。さあ、うわー、マジか。スリーボールからでも全力で振っていくっていうスタンス。あっけなく散ったわ、マジか。さあ、相手ピッチャー菅野投手ね。よしよしよし。スライダーはでかい、極みなんだよね。よしよしよし、いいよ。ボール球先行。よし、見えてます。さあ、スリーボール。甘い球絶対来る、絶対打つ。さあ、切り替えていきましょう。千賀投手でございます。
いやなんかアニバーサリーもう3年連続ぐらいなのかな確か、もうギータさんと千賀さんっていうこのソフトバンクコンビが、まさかね結構また4年連続になりそうということで結構ツイッターでは上林選手かな確か、なんかそっちに投票しようみたいな運動も始まってますけども、まあ、千賀投手でも、まあ、千賀投手も強いからね、まあ、誰が選ばれるかっていう話ではあるんですけども、僕は2年連続去年で2年連続千賀投手をアニバーサリーで取ってるんで、まあ、千賀投手もね結構、まあ、弱体化が入るんじゃないかみたいなので結構ツイッターでは団結を求めてたけど、でも個人的にはうそーん、まあ、個人的にはまあ、千賀投手もそうなんだけど、日本ハム枠で言うとね、宮西さんも絶対ね弱体化入ると思うんだよね。変化量が小さくなったりとかステータスが下がっちゃったりとかで、でそれで宮西さんがねまた選ばれそうなんで、いや本当に皆さん大丈夫みたいな、ちょっとそこは問いかけたい。宮西さんもう今年全然投げてないから、毎年の比べて50試合も怪しいから、怪しいというかいけんのかな分かんないけど、ただ結構厳しいラインにいるから、やべ、うわーい、ライト、オッケー、危ねえ。まあ、ぜひね皆さんアニバーサリー誰に投票してとかね、投票してますっていうのあれば本当にコメント欄、ぜひ言ってほしいんですけど、僕もねまだ誰にも投票してないんですよね。ただ貯めるだけ貯めて誰に投票しようかなっていう感じではあるんですけども、しっかりホームランで追いついて、さあ同点、面白くなってきましたよ。さあ岡本さん、巨人対決、ジャイアンツ対決、おっとピッチャー交代してこない、よし、オッケー、ナイスバッティング、素晴らしい。さあ由伸さんね、ゲッツーだけはマジ勘弁してよ、頼むよ、本当にゲッツーだけは頼むからね。いや危ない、ああ今マジでゲッツーかと思った。さあジャイアンツ対決続いてますけども、丸さん、いやマジでアニバーサリー誰に投票しようかな、本当になんか誰に投票したらいいっていうのがねちょっと分かんないんだよね。結構プロスピやってるけど、結構ねプロスピやってるけどずっと、ああ嘘、変化量が重いのか小さかった。さあ山鉄さん、よろしくお願いします。まずはランナーとして出て、いやピッチャー交代してこないんだよ ね、結構悩んでるね。いや打てたんじゃないの今の、よしポテン、あー落ちない。さあ二浦、しっかり延長戦持ち込めるように千賀投手頑張っていただきたいと思います。まずはインハイ投げて、ちょっとスラブ怖いな、やっぱスラブ怖いわ、さっきホームランされてるから。でタイミングかわしてからのフォークに見せかけてツーシーム、いやーナイスボールからのスロースライダー、いやー危ない、いい当たりしてるね。さあフォーク、よーし、オッケー、ナイスピッチング。さあいい滑り出し、さあ森選手ね、オッケー、一回ここツーシーム、いやライト、まあいいでしょう、全然いいでしょう。代打出していくということでカブレラ選手、ただまあスピリッツ使ってるんでガンガン攻めていきたいと思う。よしで第2球種も使いつつ、いやーナイスボールで、特納も出てないんで、まあ大丈夫でしょう、さすがにね。で、フォークの落ちないやつ、オッケー。で、最近ね、この抜けフォークっていうの、落ちないフォークも、単純に変化量違うし、通信持ってるらば、実質3球種みたいなね、とかあると思うんで、まあ、そこもね、有効に使えたら、さらに、
投球の幅がね広がるということで。いやギータさん怖いな、ギータさん怖いね。言ってないけどやっぱギータさん怖いわ。どうしてもねボール先行者、オッケーラッキー、よし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 。さあ延長戦でございます。さあ森友哉さん頑張っていただきましょう。菅野投手 続投ということで外野前進。いやもうファーストストライクからガンガン狙っていきます。よし見えてるよ、冷静に冷静に、最後の攻撃だからね、冷静に見ながらいい球だけ振り抜く。うわちょっとマジか。さあ打者一巡したところで、僕が先ほど話していた宮西投手でございます。タイピンね、いやタイピンつくかな、まあ、つくかな分かんないけど、いや本当にねアニバーサリー絶対能力落ちると思うんだよ今。だって本当に今年の活躍がねもうなんかかつての宮西さんを知ってるともう本当にねうわ早く復活してほしいなっていうね、多分日ハムファンならみんな思ってるはず。さあということで宮西さん、あぶねえ。いや変化量でかタイピンマジきつ、強すぎるんだよな、まあやっぱ強いんだよな。うわゲッツー、あぶねあぶねえ。さあラスト坂本さん、ラストじゃないわ、ラストじゃないわ、ラストじゃないからね、ラストではないよ絶対に、うん打つよ絶対に。いやーマジで走れ、うわ無理ださあということで、相手代打森野選手ですね、まあ、スピリッツが勝ってるんで、外野前進の必要あるかな、外野前進の必要ないと思う、定位置でいい。ストレート、よしよしよし、ナイスボール、フォーク、いやーストライク入らないけど、まあ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 いいでしょう。ツーシーム、うわよく見たなマジか、ツーシーム、よしナイスボールナイスボールナイスボール、もう一球同じとこでいいと思う。うそーん、これもう判定負けじゃん、あれさよなら、あぶねえ、イチローさんですよ、さすが。抜けフォーク、嘘、うわー終わったー最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。